甲冑隊会長西岡俊夫様でございます。出陣宣言。我が松坂の城に参集せし総勢300人、松坂の未来と市民の幸せを祈り、出陣を出すものとする。令和元年11月3日。宇治里武者行列、出陣の開始にあたり、松坂高等学校弓道部、三重高等学校弓道部の演武をご披露いたす。弓隊、配置につけ。本日の出陣式には、昨年に続き松坂工業高等学校弓道部と松坂高等学校弓道部、三重高等学校弓道部がこの出陣式に参加していただきました。出陣に先立ち、気合のこもった演舞を披露していただきます。まずは女子演舞隊、松坂高等学校妹波波さん、同じく松坂高等学校辻瑠璃香さん、同じく松坂高等学校中西真由子さん。続きまして男子演舞隊、三重高等学校末吉宝也さん、同じく三重高等学校村上祐樹さん、同じく三重高等学校高山啓太さん。指揮を執りますのは松坂工業高等学校弓道部、栃原博史監督でございます。
これにて我が軍の士気大いに高まり申した。弓隊隊長。松坂高等学校と三重高等学校の弓道部の皆様の演武でございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。これより出陣にあたり勝ち時を挙げる。松坂手作り甲冑隊北島直樹殿、お願いつかまつる。おう。ご来場の皆様もご一緒に北島殿の音頭に続いてどうぞ大きな声で勝ち時を上げてください。誠にありがたき幸せ、これより務めさせていただきまする。これより出陣の勝ち時を執り行う。まずは日の本白寺よりご参陣いただきました武将隊の皆様、誠にありがとうございまする。さて勝ち時を挙げるにあたりまして、こちらの方に お集まりを皆様、我らと共に時の声を上げていただきたいと思いますので、我がえいえいと申せば腹の底から大きな声でおーと皆お願いいたしまする。よろしいでしょうか。